意思し全員、えー、あの、配信中今日、南裕太さんには言っときました、うんパン。パンゾー君と今日やるんで、みたい,いって、はい、言っときました。なんてい,ういやいや、緊張しちゃう、<や>そしたら。いや、なんか、読みとくわって言ってたんで、忘れてそうだったから、今思い出した、あの、画面暗くなった時優裕太さんに LINE を送った。今からやります。<laughs> そこまで。そんなに ユうツさん、めちゃくちゃよくしてくれるんだよ。すごい仲良くしてくれていやいや、そしたらみなみさんへのご挨拶から俺の中で始まっちゃうんだけど大丈夫見。見てるかな見てるかな一応じゃあ、それからスタートします。面みなみさん、こんばんは <laughs> <laughs>。もうこれも流れてるんですね、YouTube。これも流れてますよ。じゃあみなみさへの挨拶から始まった方がいいかもしれません、ねね。もう始まってます。みなみさ見てくれてるかな <laughs> <laughs> 今日宣伝したからな。 静学の先輩でもあるんで、そうですよね。大先輩ですね。直属なんですいません。8時になったんで、はい。始めます、えー。皆さん、こんばんは。こんばんは。辞書のお時間がやってまいりました。えー、本日は、えー初、初、新企画ですね。はい。えー、今まで渋谷、えー、岩尾県の未来への鍵、まあ、僕ら、ボード中心の辞書トークとか、いろいろ。 ね、この間、プレビューマッチっていうのもやりましたけど、今回は新たにポジション別チャンネル,をチャンネルとか企画を作りまして、第1弾はサイドバック編ということで、はい、僕と、えー、武田栄二郎選手に。はい。よろしくお願いします、栄二郎。よろしくお願いします。ご無沙汰してますお久しぶりです。今日、パンゾー君から誘っていただいて、めちゃくちゃ嬉しいです。 <laughs> <laughs> まあ僕と栄二郎は、はい、<laughs> まあ余談なんですけどこれ8時前に話しておくべきなんですけど一応あの横浜 F ・マリノスに同期入団なんですよね、はい、2011年ですね2011年入団で栄二、はい、郎はその後移籍したんで1年しか 1>,、はい、1年だけですね,、はい、<laughs> ねえでもなんか俺あの1年すごい濃かったし長く感じたからかあ本当ですか 一年目ってのもあったんですかね。ええ、いや、僕も長いですよ。僕プロ一年目なんで、もうそれこそ、あのレベル高い中にいきなり入って、うん、いろんなことに毎日悩まされながら、こう、恥ずかしいですね、振り返ると、あの一年。なんか何もや,やっぱやれなかったんで。いやいや、でも。結構恥ずかしいですよ。ハードル高いよね。ハードル高いです、今日は。 うん、ザ,ザ・プロ1年目っていう感じをプロ1年目送ったんで僕は本当に試合も1試合も出ないし、うん、絡めないしあそっか自分の良さもどんどん消えてって何してるのか分かんなくなるみたいな <laughs> もう共に、ね、思い出したくないぐらいの勢いの <laughs> いやそんなことはねあのやっぱあの1年あ,るあったから、うん、結構いろんなことを耐えれる感じもなったのあるしうん 最初はやっぱマリノスでやらせてもらって、こう、レベル高いところでやったのはすごい良かったなって思ってまあ、試合出た方が良かったのかもしれないですけど、どっか違うところで。うんうん、でも、あの一年はすごい、いろんな意味で、自分にちょっと意味のある一年だったかなと思ってます。いやー。はい、まあ、僕もですね、辛かったし、はい、なんか自分の良さとあ、そうなんですかうん、出せなかったから、なんか。全然そんな感じしないですけど、ね。 でもなんか、まあ、そんな中でも、エイ郎と、まあ、同じポジションだからなんか、はい、いや、そうですね。ですよねみたいな話はよくしてたんですけど、まあ、そこから、もう10年近く経って、てま,ねはい、まあ、お互い様々,様々な形でキャリアを重ねて、ねはいはい、まあ、本日は、サイドバック、について、ちょっと二人で、はい、<laughs> 語り合おうじゃないですかっていうこと。いや、僕は、本当にお願いしますよ。よろしくお願いします。 いやんかすごいちょっと手前味噌なんですけどこれ栄治郎に LINE したんですけどんか去年のそれこそさっきの話の続きからいくと横浜市の試合を僕それこそ南さんも中村俊輔さんもいたしで監督もねああそして下さんも下さんもレイそル時代僕選手としてもやっててあっそうなんですね そう、年だけやってるだから下もさんが引退する年に俺が入ってきたみたいな感じだったんでまあなんかこんな言い方するのはあれですけどまあ心の中で正直応援しててで何試合か最後の方を見てたんですけど栄治郎がなんかそのもうさっきも何の予算も出せなくてもう何やってんだろうみたいな栄治郎でまあ正直俺の中でそちょっと栄治郎の中ではもうねキャリア続けてもなんかどっかで止まっててでパッて見た時にすごいよくなって。 そうにすません俺びっくりしちゃって、栄治郎めちゃくちゃおめでとうっすって、よくなってるじゃん。はい、よくなった。LINE いただきましたよ。偉そうな感じで、やちゃったんですけど。覚えてます。すごい覚えてます。栄治郎は、その、まあ、何をこう、大事に、サイドバックとしてプレイしてきたら、ああいうふうな成長曲線を描けたのかなって、すごい。 えっ<で><今>まずパンゾく君が何に驚いてくれたのかがわかんないんですけど、僕的には。全体的に、全体的に。うん、一番でもやっぱり変わったのは、本当にディフェンスかなと思って。うん、あの、寄せるとか、戦うとか、玉、うん、際とか。うん、まあ、本当に一年目の時は、それこそ、なんか、なんとなく大学の延長線上で、こう、 なんとなく守ってたりしてたんですけど、やっぱそれじゃ、やっぱ全然通用しないっていうか、なんか、うん、まあ何試合かはできても、どっかでやっぱバレるじゃないですか、プロって。甘いぞ、あいつみたいな、うん、あそこ穴だぞって。そういう経験して、やっぱり守備を強化しないとっていうふうにはずっと考えてて、だなんか守備がやっぱり1年目に比べて格段に変わったのかなと思って。年目よくくパンんにその ロングボール蹴られるときの対処法とかすごい聞いてたと思うんですけど、うん、なんか、もうもう覚えてないけど、覚えてないんだ。小坂さんに映像を作ってって、それを見て、俺が、うん、いやー、かんないですねみたいに言ってんのを、ファンゾー君が横から、いや、こうだよって言ってくれて、でもそれでも俺、あんまわかんなくて、うん、こう、でもやっぱそういうのを、まあ、長い間やってるうちに、結構今はもう守備がストロングかなぐらいで思ってます。戦うみたいな。 そうだねなんかこうまあちょっと話が脱線しちゃうんだけど、はい、あの役割がすごい変わったじゃないですか。はい、めちゃくちゃ変わりました、はい、サイドバックって、はい、なんかすごくこう,うんまあもともと役割が多いポジションだったんだけどさらに役割が変わったというか、はい、また多くなったっていうかこ、ね、れもできなきゃこれもできなきゃっていう感じで。はい はい、なんかそういう本当評価項目が年々、まあ、それはどこのポジションもそうなんだけど特に増えていってるような感じがするけどでもなんか俺もすごいなんか、はい、まあ知ってる人もいるかもしれないですけどやっぱ守ることをすごい大事にしてて、はい、そうですねで、まあ、そこは正直なんだろう 普遍の価値があるというか、はい、絶対にこう最終ラインであそこのにこうボード上であそこにいる以上は守らなくていいチームとかってほぼ存在しなくて、はいうん、あのサイドバックがね。うんはい、なので、なんか俺はすごくそこ、やっぱり今でもこんだけ役割が変わったりとか、はいうん、していても、まあ、俺はそこが正直一番大事だと思ってて、今。 言って後出しじゃんけんみたいな感じになるけど俺はすごく守備が良くなったと思ってああそういうラインに至ったんですよありがとうございますでも僕もエジローが入ってきた時は本当もうライン際でプレーするザ・左利きのサイドバックだった俺はすごく自分の肩に持っていけばプレーできるけどその肩に持っていく 手段がまだなかったりとか、そこの方にはまらないと、もうさっきも行かない。はい。そんな感じ。そういうイメージだったんだけど、なんかその自分の、でもともとさ、能力低くない。じゃそれは俺はもう分かってた。まあ、いろいろ身体的にもね。はい、合えば。それを、なんか、いやなんか、出せてないっていうとちょっと、うん。そうですね。でもやっぱそういう印象でしたね、自分も。 うまくいく日もあるけど、やっぱダメな日の楽さがすごすぎて。うんうん、その英二郎のイメージもすごいある、メンタル面で、そうですね、うん、いい日はいいけど、やっぱダメな日はもう本当にはまりまくってっていう、うん、でもなんかそこのメンタルコントロールもある意味、成長しました。なんかだめでも自分許せるようになってきたし、うん、ある意味。なんかこう、うん それまたちょっとあとで僕もちょっと満足にいろいろ聞きたいなと思ってたことがあるんで、またあとで話しますけど、うん、その、なんかミスした時の、なんか心の持っていき方とか、そういうのはすごい変わったかな、とは思います。はい、やっぱそこはでも、ある程度、どう試合出て、はい、はい。胃につくものじゃない、公式戦に。あ、そう思いますね。やっぱり全然公式戦と練習試合って違うし。ね だってそのミスの重みとか守備とかる、うん、全,全然違います。はい。<laughs> 全然違います、ね。<laughs> ね、熱くなっちゃいました。熱くなっちゃいましたね。<laughs> った早速。でもなんかそれこそ僕,僕はでもパンゾく君のことを1年目見ててやっぱりパンゾく君も言ってたみたいにもう守備がやっぱもう圧倒的に強かったんでうんあのなんかあもう俺と思って。も 全然違うなと思ってました。その、なんつうんだろう。やっぱ対人とか絶対負けなかったじゃないですか、パンドー君。別に今も負けないと思うんですけど、その時の自分のイメージも、とにかく1対1は最強で。で、なんかやっぱ、なんか自分はやっぱ1対1とかに持ち込まれると弱いなとかも思ってたし、なんか、 なんかそれまで自分の目指してたやっぱサイドバックって、まあ分かりやすいと言ったら、うん、マルセロとかダニア・ウレスとか、やっぱ攻撃型だったし、自分もそれをやっぱイメージしてて、攻撃で良さ出せればっていうマインドの方が強かったんですけど、うん、今本当にパンゾー君と全く意識が一緒で、やっぱ守備がやっぱ第一にあるなとは思います。ディフェンダーなんで。だから僕も役割変わってきた中でサイドバックのな あの役割変わってきた中で、でも結局一番大事なのは、ベースとしてはディフェンスかなと思ってます。もちろんそれ以外もすごい大事なんですけど、結局じゃあそこで穴開けちゃって、そこからやられたりとかしたら、うん、特に今、横目 C とかはそんなめちゃくちゃ点が取れるチームではないじゃないですか、上位とかにてべれただから一点一失点の重みもすごい大きいと思ってるし、うん、なんかそういうのは僕もディフェンスはすごい大事だと思ってます。 いや本当その通りでなんかこれはこの間のそのディフェンスの1個前に陸とディフェンス論っていうところでちょっと話した時にも少し、はいうん、話ですかぶっちゃうんだけどなんか、はい、やっぱ俺の中ではこう例えば6回自分が突破しても5回突破,さ,、はい、突破されるようなだ差し引きでいったらプラス1でも。はい なんかそれは全然いいサイドバックだと思わなくてあ<ー>、うん、でやっぱそれと一回も突破されないけど一試合で一回いい局面作る、はい、自分だからっていうののプラス1だと全然意味が違うと思っててうんなんかそれはなんか自分自分個人とかそのサイドに限って見た時にはもう足し算引き算してたら。はいはい まあ、プラス 1, 1ポイント自分勝ち6回突破で5回やられるでも、はいはい、1>, 1回突破で1回もやられないでも 1, 1だからそんなに変わんないように見えるし、はい、やり合ったねっていうような感じに見えるんだけどでもチーム全体のバランスで見た時にそれって全然そのんだろう前者と後者では意味が違っていてまあ俺はなんかやっぱり5回とかやられることで。 まあボランチだったりセンターバックだったりキーパーだったりとかっていうのにすごいやっぱストレスがかかって彼らのパフォーマンスにも影響すると思うしそれだったら自分のところは絶対まあ大丈夫で他の選手が他のことに頭使えたり気使えたりとかってすると俺はなんかチーム全体が良くなっていくイメージでなんか出入りの激しいガチャガチャしてる感じになっちゃうとなんかいつもそこが落ち着かないとなんかどうなるか分かんないみたいな。 なるとやっぱ周りのポジション、はい、周りの選手がやっぱポジションを取るのがそうですね使ったりとかってするから、なんか俺は、うん、まあこれはなんかちょっと好き嫌い、好みの問題かもしれないけど、ね、まあ俺はなんかどっちかっていうと、俺でやっぱ守備ができないと結局そういう現象に陥るなって、だからなんか、うんまあ、単純に守備って言っても、はい、本当いろんな、はい、それこそ分かりやすく一対一でバチッと止めるとか。 っていうのもあるし俺はこうずっとやってくるともう関係値でどれぐらい守れるかとか周りどれぐらい動かせるかとかっていうのにも最近すごいああそれは僕も一緒ですね周りを動かすのってすごい大事ですよねめちゃくちゃ大事じゃんい。ならそれだけで守れたりとかも守れますね自分がなんかそこまで頑張んなくてもはいはいそれはすごいわかそういうのってだからなんか 多分あんま目立たないことですよねでもそれって全然試合見に来た人はなかなか気づけないですよね分からないんじゃないかなと思うそうですよねでも気づいたらまあやられてなかったなみたいな感じで終わってる感じでしたね栄次郎なんかたまに俺栄次郎にさっき言われたエピソード思い出せなくて申し訳なくて今一個パッと思い出したんだけどなんかまあ割と あの言い方失礼だったんだけど、はい、なんか栄次郎が俺に「万蔵君って本当いるかいないかわからないですよね」って言ったあそんなこと言いました。うん、そ,ん <laughs> そんなこと言って。いやでも結局やい,いやそれは褒めてくれてたの栄、はい、次郎。でもなんか、はいはい、悪目立ちしないですよねみたいな感じで言う意味で。 言ったんだけど、いや、語彙力なさすぎだろうって、ちょっとなさすぎる。たそれはないですね。<laughs> れねった,かったそれはなんかこう、はい、同じポジションの選手からそういうふうに見られてたっていうのは、あ<ー>なんかめっちゃ嬉しかったで、ね、す、その時に。まあでも、多分そう思ってましたよ。その、あの、やっぱ、その相手の、相手もやっぱそこで目立たないし、肝臓君がいると、うん、その局面が、その右サイドバックの肝臓君のいるエリアがあんまりこうガチャガチャしないで、あんまりこう、うん やられないなっていうイメージがすごいありました。いやそれは嬉しいです、はあ。すごいそれは覚えてますね。いややっぱりでも守備が大事っていうことに <laughs> 大事です。なんかはい。してはい。もちろん攻撃もめちゃくちゃ大事だと思いますし、そのあのでも僕とかだか突破がそんなできないんですよ。大学までは結構できてたんで、そっち行けると思ってプロ入ってきたら、うん。うん それこそ紅白戦で全部相手がパンゾウくんだったから。うん、<laughs> あれ俺立っていけねえぞみたいなのはすごい覚えてて。<laughs> うんうん、で、まあ、そのくさび当てるパスとかキックとか、それでもまあ自信はあったんで、なんか、そっちでどうにか生きようと思ったけど、やっぱ結局突破とかないと、で、守備もできないってなると、な、何がいいんだろうってすごい思ってました、自分で。ねうん、本当突破できなくなったのは結構、プロの壁を一番感じたとこかもしれない。 天気だったね。でもそれはある。そうっすね。なんかいろんなことにさ。そこからでもそこに固執してなんかなんだろう。そうやってこうや。俺の持ち味はみたいにはなんなかったわけでしょ。いや、もちろんいやなって。だその波があった中で調子いい日の自分の何がいいかって、やっぱま組み立てとか。くさびとかクロスとかだったんで、そこはなんか。自分の良さはこれだなって思ってたんですけど。でも。それだけで試合出れるとは思えなかったです。 うん、ていうかなんか試合はまあなんか出れたりしてもなんか絶対来年もうちにいてくれって思われるような選手にはなんかなりきれないなっていう気持ちはあって何でだろうってすごい思って,てやっぱそのやっぱ信頼しきれないのかなっていうのはすごい途中何チームか行ってるんですけどそういうので感じて別に横浜すごいめちゃくちゃ今自分がパーフェクトじゃないしすごい信頼されてるとかそういうのは別として昔よりはこう 計算できる選手になったのかなとは思いますけど、うん、波の少ない選手になったなといや。なんか、大事だと思う、そこは。なんか、俺も、なんだろう、爆発力ないから。かそうっすか、俺でも、肝臓身体能力すごいから突破グイって切り込んでるイメージありますか、そ,かそのさ、なんか、もう。 ドリブラーではないか。いるかいないか分かんないっていうぐらいの評価。<laughs> いやいや、それはいい、<laughs> いい意味でね。って <laughs> いうぐらいだから、なんかこう、やっぱよく目立つ試合もなんか、そんなにやっぱり少なかったと思うし、人生でこう今振り返っても、なんかそんなになんかもう、そういう試合決めましたみたいな感じではないですよね。だから、なんか俺はそこの波があったら、俺もやっぱりだめだ、自分が、<ー>取り返せないから、やっぱり、それこそあ確かに、うん なんかそれで一発点度が、ね、取れるようなタイプだったらなんかちょっと力っぽく見せれるんだけどそういうのがないからやっぱこうその分や,っぱやられないようにとかこう,うまくビルドアップのところ絶対回、まあうん、自分のところで、うん、うまく踏み出せるようにえアベレージを保たないといけないなっていうのはすごいあったからそうだね波,波,が波をなくすのはすごい意識したかもしれない。えでもやっぱ波なかった たじゃないですか全然。でも、でもファンゾーくんなんてどこ行っても、うん、ずっと毎試合30試合出てるってイメージですよまあそうだね。安定して。結局半ンゾーくん出るんだっていう感じですよ。うん、いろんな人が来ていろんなライバル来ていろんなとこ行っても、うん、やっぱ半ンゾーくん出るんだなって思ってました毎回。やっぱりって思ってました。なんだろうななんまあちょっとそれに関してあんまり。 バンって出てこないけどまあまあなんか、うん、そういうのは意識してたかなでも。計算できますよね絶対やっぱ逆に言ったら、はい、なんかそういう選手ってなんか大変だなって思うなんかその変化系でこうなんだろうそのなんていうの違いを見せるタイプのサイドバックって<ー>いや俺 こういうタイプだったらしんどいだろうなって思う。なんか、試合決定づけるタイプのサイドバックいるじゃん。あ、いますいます。うん、俺そういう人うらやましいですけどね。楽しそう。うらやましい。本当うらやましいです。めっちゃ楽しそうです。そう。それこそ守備のことをもちろん考えてるんだろうけど、それより攻撃で違い作ってやるみたいな、うんうん、その、なんか、美味しい、おいしいですよね。 まあね、うん、でもしかもそういう選手の方が評価高いからね、高いですね、のあのー、ちょっとっと言葉に気をつけなきゃいけないですけど、皆様、<laughs> 皆様からの、そうです,、ね、すね、やっぱ見ててもわくわくしますしね、うん、去年、僕、横浜 FC で言ったら、うん、俺、多分本当、地味なんですよね、どっちかっ、うん、で右の北詰、健吾が、うん、めちゃくちゃ足早くて、あいつ、おいしいとこ全部持っていくんですよ。うんうんうん でやっぱケンゴはやっぱすごいでも試合決定づけてたしやっぱ昇格にすごい貢献したしなんか俺はもう羨ましかったですねケンゴのああいうプレースタイルがいいな,なみたいなあ,<ー>あんだけ足早かったら気持ちいいだろうなみたいなも、うんまあ、ちろんあいつもいろいろ考えてるの分かるんですけど <laughs> もっとこう本能 <laughs> 俺より本能でやってるように見えます <laughs> ケンゴとかもう縦にガーンっていって勝負してみたいなすごい俺は羨ましいですねそういう人がまあでもエイジのもともとねそういうのが入って、はい そうですね大学の時はそうではい。まあそこからでもやっぱ俺はなんか本物のサイドバックにすごい何、はい、て言ってるかなこうチェンジしていったと思うよそういうこと言ってくれる人がいるとちょっと報われますね いやまあもしかしたら傷の舐め合いないのかもしれない、これは世のサイドバックたちも地味系二人並べてもそ、まあ、っちに話寄っちゃうだろうって思うんだうですけ、ね、どまあでも、うん、僕はでも本心はやっぱりあの,なんうのケンゴその北園ケンゴとか、うん、ああいうのは、まあ、ロベカルとかですよ、ね、ああいうタイプがやっぱ好きですね好きだし、うん、羨ましくはありますけど、うん、あまあ自分はそっちになれなかった分こう こうね、今こっちに寄ってきたのかななるほどね。はい、じゃいやいややってるってことだね生き延びるたびに。まあでもだだからそういう中で本当考え方変わったんで本当にすごい、うん、やっぱ。はい、なんかでも、うん、やっぱそこの俺はなんか大事だと思ってるところが、まあ、さっき栄治郎そうやって守備の頃変わったって言っててその、はい、で俺も守備大事だと思っててまあ とはいえで、なんかこう、なんか結構やっぱアイデア求められることも多々あるじゃない。あります、ね。そこなんかサイドバックのもう力量じゃんとか見せ、はい、どこじゃんみたいな感じにね、特にボール持ってるととか、はいうん、まあなんかと、ああいうのもまあ、それこそ俺も全然嫌いじゃなくて、はい、僕も好きです。むしろ、うん。だからなんかその最終ラインでの選手としての責任感と、 やっぱそこの局面打開する時の遊び心のこうバランスみたいなのが取れてる選手が俺はすごいいサイドバックなのかなって思ってあまあ確かに、そうですね。なんかそこはなんかだからちょっとうん失いたくない感覚でもあって、そうですね。うん。まあだからやっぱあの攻撃の最後の三分の一入ったらまあそういうの出せますよね。うん。うんうん、自信でやるのってやっぱ怖い。 まあでもそれをやっぱ出せるときは調子いいときだと思うんですけどでも横浜 FC とかやっぱ求められるじゃんあい求められますはい自陣でそこどんだけこうはいそこの際どいとこ入れるかそう際どいそうスキルのギリギリのところのプレー選択できるかっていうのにかかってるじゃんあのサッカーサッカーやる時ははいどうなんそこのやっでもそこはまあそのプロ入ったときから結構ビルドアップは自信も あるんで結構、うん、まあいいとこ見えてる日は結構見えてる自信もありますし、そこは好きですけど、うんうん、やっぱ軽いプレーだけはできないんで、特にまあ去年、昇格かかった時なんて、自分が1個ミスして失点したら J1 上がれないっていうプレッシャーの中で、どうやるかっていうのはすごい考えてましたけど、でもそうです、ね、チームとしてでもそうやるっていう決まりがあるなら、それに臆することなくチャレンジできるかなと。 うーんはい、チームのコンセプトが違うのにそういうのやるのはなんか怖いけど。あ<ー><あ>なるほどねでも、でもその横浜 FC で去年とか今年もそうですけど、うん、まあ自陣からどんどん繋ぐんでそういうのはすごい、まあ、楽しいしやりやすいけどうん、うん、そうですね責任感ないプレーだけは絶対できないなと思って。そそうだねだねかからそこがなんかすごい いはいうん、バランスが俺はなんか本当サイドバックのなんか力量というかマジでなんだろうこの本当決まったことだけやるのも俺は全然違うと思っててなんかうん当、まあ、このルート本当はこのルートなんだけど、はい、やっぱそ違うとこが見え見えたときにそこ選べるかどうかとかそういうの俺れありますねあです俺でもそれめっちゃ好きなんですよ。あの 蹴る瞬間に違うルート見えて変えたときがもしかしたら一番サッカーやってるときに気持ちいいかもしれない。あそこ通せるんだみたいな。一番、来たね、一番。でも、あそこ、自分でもびっくりするじゃないですか、そういう時って。あ見えたみたいな。判断直前で変えて、いいくさびがスポンって入ったりしたときに。あれはすごい好きですね。あわかるわかる。すごくわかる。まあ、一番かはわからないけど。結構トップクラスだな。結構それいつも狙ってるんで。 もう突破でクロス上げてアシストしたときよりもそっちにじゃあもう趣味思考がいい。いやまあ、どっちも同じぐらいなんですけど、やっぱ回数が多いのはそっちなの、あのくさびのパスタなで。そっちに気持ちよさを。じゃないと乗っていかないんで、心が試合中。確かにこう自分の中で、これが今、今日これができるってことは、こんぐらいの調子だなみたいなバロメーターが、なんかプレーの中で絶対俺は必要だと思ってて。 そのくさびのルートがどんだけ見えるかっていうの以外に自分のその調子を測る、まあ、言える範囲でいいんですけどいやまあその,そのこれはパスとか技術的なことじゃないんですけどやっぱもう,うん、うん、とにかくボールに強く球際守備ン時ガーンっていけたらもう乗るんで。 それ結構最初に大事にするんでいい話す戻っちゃうんですけど。エイ郎とちょっと違う答えが返ってきて。でも僕は本当に今はそうですね。やっぱ、ね、攻撃はやっぱ技術的なもんなんでミスが出るもんだと思ってたまには。そのトラップ、うん。 下がスリッピーだったら、うまくいくときまではうまくいかないっていう風に割り切ってるんで、もう。まあ、ある程度も自分のこと信じて、これダメだったら仕方ないって思ってるんですけど、うんうん、やっぱ守備のとこでなんかあんま集中してなくてボールとかいけないのはやっぱ一番ふわって入っちゃうんで、もう、うんうん、とにかくファーストプレートが強くいって、やっぱそこでガツンでボール取れたら、もう自然と自然に、あいい気持ちでゲームに入れるんで、それ結構自分の、 調子を測るっていうより、調子が出るために意識してること、うん、最初からもう100%集中して、最初のプレイで自分を乗らせるっていうのはすごい考えたす。めちゃくちゃなんか、こう、なんだろう、今までの話、<laughs> なんだったんだってぐらい、はい、なんかこう、原始的な方法だね。でも本当そうですね。まあでも本質的だよね、<ー>それもまた。はいうん そこで何か行くと、一回いいプレイすると次最悪ミスしても、まだなんか、うん、それこそプラマイゼロだし、次のプレイはすごい気持ちよく前向きにできるんで、ね、それはすごい考えてますね、いつも。なるほどね。ど逆に、パンはどんな感じなんですか自分を測るとき。あれはもう、大体、うん、ファーストコントロールかな、俺は。ああ<ー>、案外そっちです、実は。 それちょっと僕からも質問していいですかうんうん。うん、全然あの、もちろんサイドバックって、まあちょっとその、うん、ファーストコントロールからちょっとずれちゃう話なんですけど、うん、サイドバックって、何年やっても、自分めっちゃ上手いなって思う人、れ、うん、もうサイドバックとして下手すぎるわって思う日ってあるじゃないですか、うん、やっぱりこう。わかりやす <laughs>、まあ、あの、んととかなんか、それは極端なんですけど、うんうん、要は自分のとこで、 パスミスがちょっと多く出ちゃったり、パスコースがなくて裏に蹴っちゃって、はい、ボール失うっていう日ってのが多い人、うん、あとはえ、自分にすごい余裕があって、それこそ直前で判断変えれて、うん、すごいいい展開を何回も作っていけて、うん、終わった後、俺すげえ今日いいとこ見えてたなって思う日があるじゃないですか。それの、いい人悪い人の違いって何歳になっても僕はこう、安定させれないっていうか、 どんな準備して、どんなに自分がいいと思ってても、いい準備できてると思ってても、前節うまくいったことを今回やろうとしても、今日はダメだったっていうのはあるんですけど、それとかってパン族はありますいや、多分それがない、少ないんだと思う人よりは。なるほどね。え、それすごいですね。うん、多分ない。じゃあ逆に、本当に多分ダメだった時とかは、いや、もうこれは、 もう設計図上の話だったんだなって思う。<ー>うん。いや、確かに、その、ボールの、ま、あの、ファーストコントロールのところで、あ、もう今日、ダメな日だなって思ったら <laughs> <の>そ、それ相応のプレーにやっぱり切り替えちゃうし、<ー>これは。うん。なるほど。で、まあ、それで、それ相応のプレーで切り替えながら様子見て、それでもちょっと自分のところの状況が、やっぱり、苦しかったら、まあ、どんどん、なんだろう、うん、プレー変えるかな、そこは。だから、 同じものを目指してないんだよね。なるほど多分毎試合。うん、<ー> <laughs> この相手で、このシステムの噛み合わせでだったら自分の仕事こんぐらいかな、<ー>こんぐらいできるかなっていう数値設定が結構その日によって違うかもしれない、俺。だ毎試合今日行けんなとか俺のとこからだなとかって思ってないから。今日絶対 絶対耐える試合になるとか結構決めててその通りにな,っ<ー>なった時にあんまそう思わないから,からプレイだけ見てた時に結構楽さはあるのかもしれないけどでもどうだろううん、そうだね。<ー>最初からこう前説とさっきのエジロの言葉を取っちゃうんだけど前説こうやってうまくいったからこれやろうみたいなのがそもそもその発想があんまないかもしれない<ー>、うん。もう相手変わってシステム変わったりまあそれこそ自分の 脇の選手とかが変わったりとかしたときには、もう結構そこからやることも変えるし、違う引き出しを開けるから、なんかそこであんまり試合によって、ああとかっていうのはあんまないかもしれない。でも絶望的なヒアリよ確かにもう僕、コントロールも決まらないし、キックもなんかずれるし、さっきも言ったけど、そういう試合はやっぱりそれ相のプレイにパッて切り替えちゃうから、なんかもう、 なんか、なんだろうな。もう5.5の最低のプレビューやっていうようあまあ確かに。絶対4.5のとこにはなんないようにしようみたいな。なるほど。うん。結局そこが俺はなんか最終ラインの選手としての責任感かなと思ってて、なんか自分のやりたいプレイだけやって、周りとか動かすのがやっぱり性格的にも好きじゃないから。ああ<ー>、うん。だから、うん。俺今日こんな感じなんでよろしくっていうのを割とこう <laughs>、うん。見せるかな。 うん、あなるほど。うん。すごいな。いや、多分、そんなに、相手のフォーメーションがどうだからここが空くとかって、あんま分かんないタイプなんですよ。うん、案外そうなんいや、案外っていうか普、普通に分かんないんですよね。<laughs> なんか、<laughs> <laughs> あの、あ<ー>結構そういうの分かる人いるじゃないですか。相手ここ、こうずれるからここ空くよとかいう人って、すごいなと思ってて。 あんまそういうのをわからないんですよね。まあ今までの話がこれで全部、ちょっと <laughs>、どっちなんだってなっちゃうかもしれないですけど。<laughs> い,やいやいやいや。いやいやいや <laughs> 考えてはやってるけど、相手がこう動いてるからここがずれるみたいな、その奥の奥までは考えれないっていうか、うん、結構その場にパッて見たものしか、う,ん、うん、やれないんで、だそこもしか、もしできるようになったらもう一回向けるかもしれない 歳いや、だから俺は逆に、うん、いや、本当そう思うし、いや、でも逆にそれでよくそこまでやってんなと思って、今。ああ<ー>なんか、かうん、そんな瞬時のあれでよ、<あ>よくやれる、よくやれますねって思っちゃって、<ー>俺も結構もう。めちゃくちゃ考えてるんですね。めちゃくちゃか、いや、なんだろうな。うんと試合中に、例えばパッて見て、ここがこれでこれでとかはあんま考えないんだけど、<ー>試合前になんとなく考えて、<ー>えそこを、 でまあ、大体こうなったらここに立つこうなったらここに立つってんかもう用意しといて<ー>でそれやってどうなるかちょっと見てもうそれがはまっちゃえば別にそのままやるし<ー>なんかイレギュラーを来た時には何,何が俺の見立てと違ったのかなって相手見たりとかでその原因が味方にあったりするから実はお前のせいかよとかもなったりして <laughs> じゃあここに立つかとか。<laughs> すごいな やってでもそれでもやっぱそこまでやってもやっぱ日中もサチもいかしあるよ。やっぱり何回も言うけど。うん、インテリだなすごいっすね。でも、あれっすね。それこそ下モさんってそういう感じじゃないですか。あの、ショータイさんはもう試合前、ここに立つ、ここに立つとか、すごいおあの提示してくれるんで、僕は助かります。うんうん、ああ、なるほどね。うん、はい。うん。あなるほど。いでも、シモさんから学ぶことすごいいっぱいあります。あ、なるほどねっていう。うん。 特にうちもそうだけど、はい、やっぱビルドアップを志向するチームはやっぱり立ち位置主義じゃん、はいはい、基本的には。で俺それはすごく俺もすごい好きでううちのチームもここ立つって結構決まってるんだけどでこっからが楽しいとこで俺は俺の中であ<ー>とはいえっていう話、うん、<ー>試合の中で本当その通りに行く時ときと絶対イレギュラーが 起きるんだよねうん、そん時にそっからがなんか腕の見せ所じゃないかなと思ってて、はい、サイドバックの、うん。だからなんか俺はそういうのがもちろんその頭に入れてチームがこうやろうって言ったものをやっててでこここうなったけどここから先は自分で直していいんですよねっていうようなのが、はい、やっぱサイドバックとかのなんか本当に仕事なのかなって思う。 うん、やっぱさそこまで考えてるのはちょっとすごいな。いや、もしかしたら感覚、うん、まあそれは人によるんじゃん。やっぱ感覚でできるさ、ね、タイプとさ、はい、うん。ここがこうだからみたいな。守備の方がそういう風にはまだ分かります、うんあの。考えれるようになってます。こう来るから、お前ちょっとこう閉じといてとか、そういうのは守備の方は分かるけど、攻撃は結構あの、あの、本当にあれでったんです。感覚でやってるかもしれないうーん なるほどね。でも、そうだね。<laughs> 俺、どうだろうな、うん、守備とこう攻撃も、うん、どっちもある程度、でもやっぱり、この、はい、うん、まあさっきも言ったけど、あ遊び心っていう表現で、はい、ことばで表現したけど、なんか言っても、守備のところも攻撃のところも、刹那の判断はなんかこう、あはい、そういうのをやっぱ取っ払って、どんぐらい自分の中で決めれるかっていうのも大事じゃん。なんかううややむににしてるうちに、はい <laughs> はい、いいことなく終わるっていうのはよくあるパターンだと思うから、はい、なんかこうスパッて自分の中で判断しなきゃいけないこととかってすごいたくさんあるからなんかそこの速さっていうのはなんかこうを求めるためにはあんまり頭でっかちでもいけないんだろうなと思ってうん,うんその時はなんかこう自分がこうとか経験とかあの時こうなったみたいなのたまに。 バッてよみがえってきたりする、ね。あはい、うん。それは俺もありますかね、うん。それ、どうどう,どう使ってるそ,れ <laughs> <laughs> その経験、どう使ってるあ,あ、でも、その、その、言うように、あこの間これでうまくいったからと思って、うん、あの結構でも、でも攻撃の時は多いかな。どっちかというと、守備より。うんうん、なんか、ボール受けた瞬間ぐらいに、 なんか、この間練習、この時ターンできたな、とか思ってパッてターンしてうまくいったりとかありますけど、うん、<laughs> 守備、守備の時はでも、どうだろう、守備の時あんまないかもしれないですね。なんか、守備の時にあるんだよね。守備はもう割と、あの、なんつうんだろう。 もうこうなるっていうのを何秒前、なんか何プレイ前からか予測して自分がいけるような間合いを作って、詰めてもうガッていくっていう感じでもある程度決めてるんで、うん、あんまそういう感覚的にその瞬間にパッて思い出したとかないかもしれない。で、逆にどういう場面でそれがあるんですか,かいや、これ、あ、かわされたことあるみたいな、このシステーションでみたいな。ああそれはあ、それはあります、それはあります。飛び込もうと思ったけど、そうそうそう,そう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 。<laughs> あそれはあります、全然。はい。 んかそういうのが、ね、なんかあ<れ>あこれ今迷わなかったらいけたかもなとかってああそういうことすいません思う時があってあそれはよくありますねなんかそういうのがうん、なんだろうな本当に役に立つ時と役に立たない時があってあ<ー>なんかそこをこうパッとこう切り離せたりとかする日が調子いい日でああ そことの,きそことのなんか距離感が、はい、こう記憶とか経験とのあれが悪いときが、なんか調子悪いって感じで。ああ、ボールなかなか取れなかったり、生ききれなかったりっ、ね、そ,うそうそうそう、思い切りが悪かったり、反応が悪いとかっていう試合が何が、何だったかちっかる。試合がうん 反応ってめちゃくちゃ大事ですよね。動物的な反応じゃないけど、やっぱ。調子いいときはその反応とか早いですよね、うん、体とかの。うんうん、すっごいわかるわ、それ。なんかこう、プレイを予測するタイミングが早いときって、反応早い。はい。なんかこうここ、ここになるかもしかしたらこの辺に来るかもしれないって、頭の回転が速いときとかってっ反応早い。はい あれをどうやったら毎試合出せるんだろうなって思うんだけど、いまいち俺はちょっと分かんなくて、うん、私それこそ僕はファーストプレーで守備を成功すると、次からその守備にチャレンジっていうか、前向きな守備ができるんで、そういうの出やすくなるかなとは思ってます。逆に一発目かされたりするとうん、うん ちょっと次から間合いとかやっぱ詰めれなくなって後手後手になるイメージはありますね。うん、はい、なるほどね。まあ、どのポジションでも大事だよね、はい、ファーストプレーってね。はい。うん。でも、まあ、特にな、確かにディフェンスで一発目いきなりやられたりとかすると。はい。うん、ディフェンスって本当ミスが失点になるからつらいですよね。なんかあれでさ、サクってか、はい、わされてサクって入れられたときとかさ、なんか。はい そこから85分ぐらい地獄みたいな時間が。<laughs> 地獄みたいな時間そっからもう一回やられるともうスタンドもザーつき始めますからね。ねまた来、ね、<laughs> なんかしゃかり気になって取り返せそうで取り返せないから。ね、我々のポジションって。ねうん、そうですね、うん大変。大変だね。なんか今喋ってて。前回の放送でもなんかディフェンスってつらいよなって話になったんだけど。まさかの。 2週連続。二週連続。ディフェンスって、調子いいからって、うん、あの、2、3回いいプレイして調子乗って行き過ぎて今度入れ替わって失点したら本当何にもなんないじゃないですか。 えでもそういうのな,ない結構。え、ありますあります。全然あります。めちゃくちゃ調子いい日に限って失点絡む日。<laughs> はい。ありがとうございます。あの、あのおごりもね、やっぱりね消す消すよう、消せるようになるのに相当俺は時間かかったね、はい、選手として。うしかもね、ハイライトとかに出てくるのは、いいプレイは出てこなくて、失点だけ出てくるから。そうですパッてハイライトだけ見た人からしたら、うん、あいつまたやってんな、みたいな感じで。あ っってんなってあいつまたやられてんじゃんって言われますもんね。うん、いや本当だからその、まあこれちょっと話がそれちゃうけど、やっぱハイライトでいい選手かどうかっていうのは絶対わかんないよね。はい、絶対わかんないですね。はい、でもやっぱ今さ、すごいハイライト手軽に見れるからさ、まあ俺も見ちゃうんだけどさ、れいね、あれさ、なんかこう、 なんまあ、言葉選ばずに言うと、本当に何にも分かんないよね、はい、あれだけじゃ。全然分かんないです。だから本当に、一回いいドリブルしたら、あいつめちゃドリブルうまいってなりますもん、うんいや。特になんかディフェンスとかサイドバックの選手は、あれじゃ分かんないと思う。はい、分かんないですね、確かに、うんか。基本やられるシーンでしか出てこないですからね。うん、ディフェンスなんか。いやなんかちょっと名前は伏せるんだけど、なんか俺が全然いいサイドバックじゃないと思って、ね、<ー> J リーグの選手をなんか誰かが。 なんか、これめっちゃよくないですかって言うと、いや、絶対ハイライトだなって思う。大体。なるほど。俺はそれハイライトプレイヤーって呼んでるんだけど。ああ、ハイライトプレイヤー。ハイライトプレイヤーがまあ、ね、それは別にいいことなんだけど、ハイライトプレイヤー。もちろんいいことする。でも本当、それは本当、もう一部分であって、他にもなんかたくさん。地味系の我々が言うと、妬み、 そうですね。負け惜しみに聞こえるのが。お前ら点でも取ってみろよって思って見てる人は、それはうかもしれないんですけど。それはもうその選手の特徴ですからね。やっぱ点取れるのも相当すごい特徴だし。点取るスポーツだからね。そうですね。本当そうです。でも俺らそれを守る側にもう徹したってことで。そう。なんか俺はなんか自分がまた数字に例えるけど、なんか。 自分が3点取るよりやっぱ前の選手に5点取ってもらいたいから。へ<ー>、うん、でも自分のなんかこう前の選手に対して俺ちょっとなんか気持ち悪いかもしんないけど、はい。なんかすごい感情移入するので、<あ>なんか相方。はい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 。うん、右サイドハーフ。はい、うん。だからなんかすごいこう。 あそサイドハーフとサイドバックの関係大丈夫大丈夫、声聞こえてますけど、入っちゃってます。子供たちが泣き始めちゃってい。いや、すいません、なんか、ん。ないや、全然。あれ入ってきちゃった。あ、こんばんは。こんばんは。あっち行けるかなほとですかあっち行って、あっち行って。ごめんね。バイバイ。 開けて入ってきすいません。全い。大丈夫。い。はい。けい。入ってきちゃはい。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 んい。はい。はかはい。はい。イい。はサイドはい。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 ははい。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 い。は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 らい。い。い。は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 

そ,なんかそこまで応援する気持ちはないんですけど、やってる時に、わあ栄治郎、うん、やりづれいなってあの、味方に絶対思われたくないなと思って、いやそれつらいよね。一緒やった時、あ、うん、あ、エージ治郎ならやりやすいなって思われる方がやっぱりいいじゃないですか。自分のプレーより確かにそっちをあの考えちゃうことはあるかもしれない。 いや自分が良かったら絶対良かったらっていうかそのチームとして <laughs> チームプレーとしてサイドバックがいいプレーすると絶対サイドハーフまでは確実に波及するから自分がめちゃくちゃいいなって思っていいプレーしてるなって思ってサイドでもサイドハーフ見た時にあんまりだとなんかあもしかしてこうっていうふうなの思っちゃったりするから、はいはい、考えすぎなところもあるかもしんないけど、まあ、俺は本当なんかサイド,バックにあサイドハーフに、はい、とかウィング なんかいいプレー、なんかどんだけ引き出せるかっていうのが、なんかすごいサイドバックの俺は価値の一つだと思った、はいうん、の,はので僕,その僕とか突破があんまそこまで得意じゃないんで、うん、それこそサイドハーフのやつにしてもらわないと困るんですよ。左なんもねえぞって思われるのすごいだから、それならやっぱり。あの そいつがいい状態で受けれるようにとか、そういうのをすだから俺、オーバーラップしながら別に出さなくていいと、ぐらいで思ってますからね。俺、使わないで。大丈夫この先、この先試合出たとき。出てこないから、回っても、つって。来たら来たでやることは全然、別にクロスは自信あるんで大丈夫なんですけど、別に、最悪俺をおとりに使って、そいつがか行って、点取っても。 とかまあシュート外してもイラッとすることはだからないですね。うんはいいやなんかね俺もこの年になるとですよはいなんかこうまああの俺走った時に、はい、外回った時に、はい、使わないで、はい、なんかそれこそ十八の選手とかが ハットインしてシュート外したりするとめっちゃ謝ってくるのそれマジいらないって言ってああそういうことですね俺も栄次郎とほぼ同じ気持ちで走ってるから大丈夫全然大丈夫全然大丈夫だからなんかそれは年上になってさこういうふうにすごい思うところでそこに上下関係みたいなの出さないでくれって心の中で思ってるし言うようにしてるんだけどうん 突然それこそ若い子多くないですか ?18 歳とか16歳とかいましたよね。ルーバンやった時いましたよね。しかもみんなうまいですよね。うまい。だからなんか、俺公認とか高3の時何してただろうとか思っちゃう。いや、当本当思います。確かに。すごいですよね。いつもそうなのかもしれないですけど、若い子いい選手多いですよね。昔もいたんだろうけど、いっぱい。いや、まあ、なんだろうね。 自分がやっぱりこの年になると自分が18歳の時のことを思い出せないから、なんか。思い出せない。俺は思い出す。出はするけど、うん、どこ、どのレベルまでできてたかっていうのはわかんないんで、うん、なんか、あ<ー>すごいな、もう18でこんなことできるのかとか、いろいろ思って。それはもう、はい。れも見たくないもん、今18歳の時の試合とか。 あ、そっか、映像残ってるんですもんね。もうプロだったから。いや、僕、残ってるか分かんないけど。うん、探せばいくらでもありますもんね。そうだね、うん。でも出てたんですもんね。だから高卒試合目、柔軟試合、柔軟試合でしたっけ超1試合で,<も>でもそれすごいっすよ。あの時、まあ、あの時代っていうか、レースそルで、高卒1年目から出てたら、それ、しかもディフェンダーで出てて、そうい、センターバックですもんね、その時。センターバックやったり、ボランチやったりしてたね。ボランチはすごいな。うん いや今、高卒1位目で出てるセンターバックっていいますいや、でも、えじゃそれは、本当、はいはい。いや、本当、下手だったよ、マジで。俺。いや、いや、な何 <laughs> <laughs>、ね、も言えないかもしれないけど、だいぶ、だいぶうまくなってって、マリノス入ってるから、<ー>俺は。うん、まあ、でも、周りに、でも、それ以外の武器がやっぱっ半端じゃなかったじゃないですか。 目も当てられなかったね、自分の中では今は。でもなんかよく周り怒んないあ怒られてたけど、やらせてくれたって。それこそ、南ユ太さん。そうそう、南ユーさん。とかにはすごい怒られたね、正直。大丈夫です。僕まだ怒られてるんで大丈夫です。はい、去年も結構試合中とか怒られてましたね。なんかこれはこう、本当に。 余談なんだけどやっぱ、はい、南さんがキーパーやってる時に俺がディフェンスやってて、はい、ス,ライスライディングシュートもう結構もう相手シュート打たれそうだった時に、はい、なんかうんもう一か八かでスライディングして、はい、で繰<ー>り返されて 入れられたときに、はい、いや、なんか、なんでそこスライディングしてるんだみたいな、うん、あそこ別にこうスライディングしてないで、打たせてたら俺止められてたと、な俺のこと信用してねえのかってすごい怒られて、<ー>でそこからなんかこう、打たせていいシュートとか、はいああの、ディフェンスとキーパーで共同作業でゴールを守る感覚とかをすごい教わって、なんか全部一人で守ってやろうって思ってたけど、あなんかみんなで守るもんか、ゴールはっていうのをすごい学んで。 うん、だからその辺はとても勉強になりました。ゆうとトさん、今これ見てくれてるかな見てないでしょう。もうちょっと飽きちゃったかなた長いし。<laughs> これ30分で切って、アーカイブに残すのは30分で、ラスト15分を生で見てくれてる人たちだけっていう感じでしようっていう。 50分経ってますけど大丈夫ですか ?50 分経っちゃったからもう、やっぱり、いや、事前の話通りでやっぱ止まんなかったですね、止まんなかったね、結局。ていうか、俺、これは俺がコントロールすべき問題だったんで、俺、時間見てなかった俺、30分ぐらい、35分ぐらいかなと思ってた。30分ぐらいで一回切ろうかなと思ったけど、これはちょっと切り俺が話してました。うん、話してた。これ、多分話しちゃうんですよね。そういうとこあるから。 だから大丈夫です。これってじゃあ最大何分までいけるんですか別に。もう終わります。まだ足りないんですけど。だから次は、だからエイジロは誰かサイドバック捕まえて、その続きをしてもらっても全然。え、それはパンゾーなしでってことですかこれなしでも全然。なしで。近しいサイドバック。じゃちょっとそこは僕もいろいろ相談しながら。 もしくは、俺も入ってもいいし。そうですね。これ多分、パンゾウ君がいることによって、安心して話せてる自分いるんで。あ、本当んとそれは嬉しいですね。性格、はい、的にそう言ってもらえる。<laughs> はい。なんで、ちょっと、うん、そうですね。また考えましょうじゃそれ。やりましょう。はい。はい、僕、すごい楽しかったです。いや、僕も楽しかったです。なんか、ちょっと、あの、フレッシュな気持ちが蘇りました。あの、 2011年。はい。ウ、はいーウしかったです、我々はきっと。うん、だってそうですね、パンゾクの時何歳 ?3、25ぐらいですか ?5、6。5、6だと思うよ、多分。まだ今、ね、思うとすごい若かった若いっすよね。でも、僕はその時パンゾクの音をもうベテランだと思って見てたから、やっぱ。<laughs> いや、そうなんですよ。やっぱ僕22で、J リーグ200合ぐらい多分出てたし、うね、もうすぐスターメンでずっと出てたから、なんかもう、うん それこそ悩みなんてないだろうし、なんか、なんも、こう、普通に、なんも考えずって言ったら失礼ですけど、普通に出て当たり前だと思ってたからこそ、こう、なんかいいなって。ファンゾー君もそうだし、あの、オグ君とか、兵頭君とか、なんかみんな、あの、3考上ぐらいがみんな試合ですって。それがスタンダードみたいな感じだったから、ほんとみんな悩みなさそうに見えました。 まあみんなでも二十六だったんだよっていうそうあったと思うまだ二十五六だからね若いっすねそう考えと今なんていううん、ねいうん、あれからもうだから俺なんかエイジロ俺ももっと若いイメージだったもえもう三十二ですもう二だもん、ね、2> 2あ今年今二で来年三十三ですよ。 そうっすよ。もう10年目ですもん。なんだかんだ。すごいね。すごいね。今日こんなおじさんトークになっちゃったけど。そうっすね。はい。まあ、ぜひ、また、あの、ポジション別でも、違う形でも、また、はい。また、お願いします。参加ください。はい。ありがとうございました。すごい楽しかったです。はい。では、本日はこの辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。